日月曜日、今日は、大型2種の、バスのやつですね、の、1段階の、まあ、検定があったんですよね、最後の。で、まあ、初日なんですよね。で、落ちました。なんで落ちたかっていうと、最後の、何ですかね、ロタン停車のところを、まあ、オーバーハングって言って、車体が12メートルぐらいあるので、長くて、後ろ当たってしまうっていう可能性が十分あるので、それをいつも以上に注意してたら、後ろ見すぎて、前ぶつかってんのに気づかなかったっていう、いつもなんかしょうもないことしましたね。はい、本当に、運転技量あるよ。君あるよって言って、中型と牽引乗っちゃい、大型特殊と牽引の、教官にそう言っていただけたんですけど、ただ経験が少ないと、いや、そらそうだろうっていうとこなんですけど、まあまあまあ、運転技量がだいぶ身についたことだけ証明できたので、まあよかったかなと思います。で、まあ、1万8000円ほど追加課金をしないといけないので、いやもうね、財布がどんどんもう涼しくなってきてね、ほんとさ、今、もう永久凍土になりそうだなっていうところではあるんですけど、まあそれ置いといて、ちょっとまあ、頑張ってバイトしようかなと思います。はい。で、そんなにいいんですよ。で、11時ぐらいから、体動かそうと思って、ちょっと動かして、で、家帰ってきてから、親子丼今日作って、で、まあ、D1 作って、で、バイト行って、久しぶりに飲食の方のバイト行ったんですけど、まあ今日みんなお客さんすぐ帰ってくださって、まあ前同期やった子がお客さんとして来てくれたりとか、久しぶりのバイト楽しかったんで、まあいいかなと思います。で、ちょっと、マッチャーっていうなんか就活のアプリみたいなのが、今ちょっとなんか聞いたので、それでちょっと今の僕の体験記でも書こうかなと思います。まあ、ちょっと人に与えることもちょっとしていかないとなと思った次第で、ちょっと始めてみようかなと思います。そんなところで今日は行ってみましょう。さあ、本日参りました。大型2種の検定です。実際はまあ一発でアウトだったんですよね。はい、そっかアウトでした。しかし、もうそれさえ通過してたらよかったんですけどって、そんなそれごと必要しませんね。2種は特に。はい、まあそれはいいでしょう。まあその後練習を、玉水橋の下でして、親子丼を作ったので、それ後半を食べてから、編集をということですね。あまり時間なかったんですけど、まあある程度進めることができたのでよかったかなと思います。いや、夏休みの最終週はこういったことをしていたのかと懐かしさに溢れましたね。はい、まあ昼取ったなとか、ラム行ったなとか、焼きそばパンあったなとか、いろんな思い出振り返りました。そして、また親子丼ですね。バイト終わりに食べました。26日火曜日、今日は朝ちょっと時間が、まあなんか授業あんまないので、練習を軽くだけして、その後、まあ、まあ、3時から、練習に行ったわけなんですけど、今日の練習は久しぶりの加速走、だったんですけど、まあ、走りたいかな、どうかなという状況で、まあ、走ってみて、まあ、比較的思った以上に、まあ、走ることができたので、まあ、非常に良かったかなと思います。まあ、動き的には、まあ、硬い部分あるんですけど、しっかりと地面に力を伝えていくっていうところを、ちょっと今回フォーカスさせて、走ってみたんですけど、まあ、最初の方は、まあ、良かった。かなと思いますね。起き上がってからの、まあ、土足の運動をのところでもさらに、力を加えようとしているのがやっぱりちょっと問題なのかなっていうところなんですけど、まあ怪我をしなかっただけでも良かったかなと思います。それでは今日の流れ行ってみましょう。昨日検定落ちたので、補修で今日運命させていただきましたが、今日は無事に、1時間、ミスなく行けたんじゃないですかね。そしてまだ昨日の残りをご飯食べてから部活に行って、今日加速走ということで、スピード上げて走るの久しぶりだったので、本当足怖かったんですけど、まあ、SP2 の反発を感じながら設置を、まあ、しっかり、押し切ってという感じで走ってみて、やっぱ楽しいなと思いましたね。足を痛いんですけど、はい。まあ、しっかり、まあ、大きく行くことを、まあ、目的にしてたんですけど、まあ、腕振りがちょっとね、微妙かなとは思うんですけど、まあ、後ろに引き切れてるので、まあまあ、いい方かなと思います。まあ、ちょっと取りに行きすぎてる気もしますが、でも、こんくらい前で捌くイメージを掴んだ方が、いいと思うので、まあ、いい方向に進んでると思います。結構跳ねてるので、いいですね。はい。で、今日はスシローに来ました。この青果町って山奥にあるんですよね。これ誰が気づくんだよってところにあるんで、まあ皆さん絶対に並ばないので行ってみてはどうでしょうか。なんかフェアみたいなのしてて、いろんなお寿司食べたので、本当にいいなと思いました。で、その後はそのままゆららに来たんですけど、券売機かぶってるんですよね。びっくりしました。で、ゆららの方でゆっくりしてって言っても、なんで今日ゆらら来たのか。26日なんですね。風呂の日ということは、まあ風呂好きには行かなくてはならない日なんですよね。で、そして青果町のラムーに行って何も買いませんでした。いや、ウーロン茶だけ買いました。そしてこのにぎやかベリー結構美味しいので、皆さんぜひご賞味ください。
27日月曜日、今日はマクソンと、ショートのスプリントの、練習があるので、そこでしっかりとスピードを上げるんですけど、そこで正しい位置で設置するという感覚を、掴むことが大切になってくるので、ここで、ちょっと変に、スピードを出すことでだけ突出するっていうことがないように今日の練習取り組んでいけたらなと思います。で、今日の午前中は、ひたすら、方針発表の、パワーポイントを作っていたんですが、集中するぞっていう風になった、だいぶすぐ進んだので、あとはもうちょっとだけ背景描いて、で家帰って、ディラン作ったらもう僕の今日の、目標は全部達成かなという風に思います。それでは今日も気がなくちょっと頑張っていこうと思います。それでは今日の中に行ってみましょう。昨日父が来てくれて魚持ってきてくれたので、マグロと、豚キムチと、結構豪勢いただきました。今日の練習は、マークソーということで2メートルで行いましたが、かなり、ポン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 と跳ねるような動きできているのではないでしょうか。少し狭いような感覚ではあるんですけど、しっかり設置することができて前でさばけているので、これを試合とか、ないしは、120とかそういったところで表現できていくと速く走れるのいいなとちょっと思ってますね。はい、で次60なんですけど、さっきの表現できているか、いやいいじゃないんですよね。1本目はちょっと足痛いので様子見で走ったんですけど、それ以降はもっと出力を上げていこうということなんですけど、ちょっと足の痛みと相談しながらではあるんですけど、やっぱりなんか力み感というか後半の伸びていくような感じが見受けられないので、やっぱりなんか押し切っているので、やっぱそこは割り切って弾むようなところに動きを変換していかないといけないのかなと思います。やっぱり腰が後ろに残っているので、もっと体自体を前に持っていけるように、体というか、腰ぐらいのおへそぐらいを真ん中前に出すような感じにしたいですね。で、歯もちょっと鍛え直しさないといけないなということで、このデッドリフトとかで使うこれを使って跳ねてるんですけど、これ結構効きましたね。股関節伸展の練習にもなるので、ぜひお試しください。そしてまた、おはようございます。食べました。ちょっと飽きてきましたね。8日木曜日、今日は朝練習の日が落ちたんで、それの再現でやってみました。無事に通ってました。いや本当良かったですね。もうこれ一般にミスっただけで、1万8000円かと思うと本当にもう超真剣になって、もう心拍数ドロドロしましたね。それで通ったら良かったです。で、その後すぐに、大学の方に来てゼミの活動で、試験編があるんですけど、その試験編が鮮烈で本当に硬くてなかなか切れなかったんですけど、工場の人とその先輩と協力しながらなんとか切ることができましたということで、この作業着で来てるんですけど、はい、でこの後練習に行って SD をして平行線の調整していこうかなと思います。それでは今日の行ってみましょう。さあリベンジ行きましたよ。はい、結果は、取ってました。本当に慎重に、運転して、特にこれというミスは一切なかったかなと思います。強いて言うならアイドルでちょっと切り返したかなぐらいですかね。それでも走れてますね。そしてご飯が、ちょっと工場閉まってるんで、ご飯先に先輩と食べて、工場の方を来て、やってました。で、竹しか切らないと言われてたこの、縁の子というのがノコギリで、ずっと切ってもらって、この試験編を今これ作ってるんですけど、このちっちゃいのが 3D プリンターの材料とその土台を切って、これステンレスなんでめちゃめちゃ硬いんですけど、一応確認して何の種類のやつなのかということを、分かるように印をつけて、ちょっと練習に行きました。練習に来て、30m はちょっと時間の都合もあったり、その都合もあるのでちょっともう一回、60から入りました。比較的、スピードを上げて走れてるんじゃないかなと思います。60はいいんですけど、60以降で、バテるのが僕の常なので、そこは改善したいなとは思うんですけど、最初のスタートのところでかなりまだ高い位置にあるので、もう少し落として、位置エネルギー使った走りをしないといけないのかなと思います。そして80メートル、4回生が3人いると、そして、ずっと支えてくれた、2回生がいるという感じで、非常に楽しいレースでしたね。どうしても力みがあるかな、もっと楽に走れたらいいなと思いながらでも、こういうことできただけでも本当にいい時間でした。そして、最後、ちょっともっと練習しないといけないなということで、前で切り返すようなイメージ、そして弾むようなイメージをつくために、しっかりと帯を引き続けました。そして、チラシが入ったんですよ。しかも、オーブのチラシなんですよ。これ割引が効くということで、常連からすればただの割引券じゃないかと。はい、本当にいいなと思いました。そして、チーズナンとココナッツなんで、食べたんですけど、ここのチーズナンやっぱ美味しいですね。で、今日来た温泉が奈良の方のゆららなんですね。奈良のゆららは、サウナが広いんですよ。広いなおかつ3種類あるということで、本当におすすめです。
29日金曜日、今日は朝一限の前に、早起きして、競技場来て、慶応戦の前の調整で、少し動きました。まあ、動画とか全然撮ってないんですけど、まあ、結構動けたんじゃないかなと思います。スパイクでまで走ってないんですけど、昨日、表現できなかった、起き上がってからの、腰の位置とか、そういう、部分を、まあ、膝立てからの、動き作りで、まあ、少し、再現で高めたんじゃないかなと思います。で、まあ、あと一限一緒に行って、で、右はちょっとインフルエンザで結局休みなので、その間ちょっと指がね、親指のところが、と、ここが、ちょっと最近やっぱずっと触りすぎて、なんかいいボっていうかなんか、皮膚がかわいそうだと思ってるんで、その病院に行って、あとは、講義の動画見て、リーダー作って、自分の動きのフィードバックをして慶応戦につなげていこうかなと思います。それでは今日行ってみましょう。今日朝から競技場来て練習してたんですけど、練習してる子いたのでびっくりしました。まあ、その後、まあ、講義を受けたんですけど、まあ、今日テーマ飲んでいいよっていう、まあ、緩い授業だったんで、まあ、ほんと、あ、こういうのもあるんかと4回生ながら初めて知りました。そしてさつまいもをふかしてご飯の代わりに食べて、夜は、鮭があったので、それを炊飯器に入れてた炊き込みご飯にしてみました。まあまあいい感じに食べることができましたね。まあ今日は夕方結構ゆっくりした時間を過ごしましたね。そして、まあご飯のお供には黒ウーロンということで、ラムで買ってきました。そして、まあ以前友人から招きてもらったんですけど、なんか全然使ってないなということで、ちょっと書きたいなという思いで、ちょっと書こうとしてました。30日土曜日、今日は、ゼミが、10時からあって、その前に本来だったら授業に行こうと思って、練習に、行こうと思っていたんですけど、その練習がちょっとダラダラしてたらいけなかったので、ゼミが4時に終わったんですけど、本当に長くて、もうずっと机の、ティーズに、成功書をかけていたので、本当にハブが棒ちぎれるかなと思ってたんですけど、まあまあ大丈夫だったんで、その後ささっと、練習に行って、で、その後、慶応の主務、全主務の、こと、京都駅で待ち合わせをして、ご飯を食べに行きました。モモライスとかを食べたんですかね。非常に美味しかったですし、あと、手土産まで、同社に向けてくださったので、いや、本当できた主務だな、と改めて感じました。で、本当にいい話させてもらいましたし、まあ、明日、一緒に頑張っていこうというふうに言う、頑張っていこうというふうな話もしてました。まあ、明日に関しては 100m1 本なんですけど、まあ、それに向けて、まあ、まあ、前回から、まあ、少し、ちょっと、まあ、怪我をして、まあ、足も痛いのは痛いんですけど、まあ、それでも、走れないことはないですし、調子をどんどん上げてきているので、自分に自信を持って楽しんで走るように頑張っていこうと思います。それでは今日から行ってみましょう。家でゆっくりしていたら、本当にギリギリになってしまいましたが、まあなんとか間に合ったので良かったです。それでその後16時30分ぐらいから、まあ、練習し始めたんですけど、なんか今日真っ白なんですよね、服装が。短パンで来たのもちょっと失敗したなっていう感じですね。さっきま同期が、ちょっと、顔出してくれたりとかしてますね。で、今軽く走ってるんですけど、まあ接地感とか、まあ足がやっぱり座りすぎて、なんか、なかなか痛かったかなっていうところですね。はい。まあまあいいでしょう。で、その後、慶応大学の主務の、こと、去年は日吉で食べたんですけど、今日は、京都駅で食べました。で、この、鎌倉のお土産で、いただきました。やっぱこういう気配りができると、やっぱすごいなと改めて、彼の凄さ、しみじみとしました。もうご飯も、人の倍食べてましたね。1日、日曜日、今日は、慶応戦ですね。慶応戦主観校に当たっているので、まあ、同社としては、大会運営も、積極的に行っていくというところなんですけど、まあ、今日は 100m のオープンが1本、だけなんですけど、まあ、ちょっとあいにくの、雨なので、それだけちょっと、入念に、アップしつつ、風邪ひやさないように、万全のコンディションで挑んで、まあ、楽しく走れたらなと思います。で、まあ今日は総務に当たってるので、総務をして、まあ、現職をサポートして、手応えのいい滑り出しに貢献できたらなと思います。それでは今日の中に行ってみましょう。朝ごはんは、まあ、味噌汁で体を温めて、R1 で、まあ、強さを揺らすっていう感じですね。まあまあ、いつも通りの朝ごはんですね。試合前の。で、お土産袋もらったやつを、はい、買ってたので、ビニール袋をかぶせて持っていきました。まあ、あいにくの雨だったんですけど、まあ、集合終わってからは普通に晴れたので、いや、本当に恵まれたなと思います。それでは、レース見てください。
100m 終わりました、記録は、マイナス 1.9 で、17秒50と、非常に遅いタイム出しました。感覚的にはまあまあ悪くないかなと思ったんですけど、途中からやっぱりキレが落ちてるなというか、足の重さみたいなのをすごい感じました。なんかまあ調整がうまくいっていないのかなっていう感じはしますね。はい。なんかもっと調子いい時は体自体が軽いんですけど、今日本当重かったかなと思います。何が原因なのか、ちょっとまあ内臓が疲労しているのもちょっとありそうなので、何ですか、糖質を補給するために団子とかさ、を最近ちょっと取るようにしたんですけど、これあんまり合ってないなという感覚あるので、ちょっと見直していくかないといけないかなと思います。走り自体は、極端には流れてなかったんですけど、流れているからこそ、ハムストリングスにありえないぐらい、ちょっと疲労感があるのかなと思うので、今一度ちょっと基礎を徹底して練習していこうかなと思います。まずは、怪我しなかっただけでもよかったかなと思います。はい、そんなところでですね。はい、また頑張っていこうと思います。毎年、8K で、勝負、敗が決まるってなんでなんでしょうかね。いい勝負でした。でも結果としては、同志社が負けてしまったんですけど、今後の課題が、明白になったのかなと思います。僕自身も大きな課題が見えてきたかなと思います。慶応大学さんと、こうやって対抗できるのって本当に恵まれた時間だなと改めて感じました。そして治療院やってるんですけど、治療院が日曜日にも関わらず、開いててくれて本当にありがたかったですね。ここ平方駅の近くなんですけど、焼肉を食べにということで、父親と来たんですけど、父親が、久しぶりに応援しに来てくれたので、そのせい、に応えたかったんですけど、雑把しましたが、いっぱいお肉を食べました。その後、新しいお風呂の開拓ということで、ゆかいリゾート系列ですかね。で、ゆかいの湯行ったんですけど、非常にサウナも広くて、水風呂が深くて、結構 お気に入りにランクインしそうですね。今週も1週間振り返っていきますと、今週は秋季も始まって、そして慶応戦がありました。その慶応戦なんですが、11秒50は向かい方がかなり良かったと言っても、あまりにもそう、動き自体は徐々に疲労していたとしても上がってきてはいるんですけど、それでもこのタイムになるのはやっぱりちょっと体もコンディショニングがあまりうまくいっていないのかなというところありますね。正直もうダメなのかなと思ってしまう。までは行ってないんですけど、鍛えなさないといけないなと、改めてちょっと一から直そうかなと思います。来週は、リレーフェスあったんですけど、ちょっと諸事情によって、リレーメンバーがいないので、棄権して、再来週の、種目別、そして関西4市、そしてまた記録会、来月の立教戦に向けて、さらに、鍛錬を積んで、より一層ちょっと気合を入れて頑張っていこうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。